馬がいるとは聞いてねえ。殺したそうだな。砂、誰だっけ。雑魚バネしかありませんけど、時間稼ぎくらいは。どこだったのに。氏子さん。死ぬんじゃねえぞ、とどろきエンジ。今話してけ。着っぽいですね。いや、これは。え、もっと仲良くできないかな、ダービー。雑魚バネしか残っ、それが街中。しかもあのノーム、これまでのとは明らかに次元けか。しかし違うというならそっちもだぜ。適当なつけどな。約束は破ってない。保護にしたのはそっちだ。粋な行動とは思えねえや。こっちもヒーローとしての信用を失うわけにはいかない。思うからこそだよ、ダービー。まあ、とりあえずボスにはまだ合わせらんねえな。は？ちょっと待ってください。意味がわからない。そっちで捜索チーム組む。神野の戦いは拉致被害者の安否もあり、ことをせた。結果情報が足りず、だけであれが作れるのか。連合に関する全てを丸裸にしなければ、飛んでの頼みだ。名誉名声に頓着がなく、ただただエンデバーさん、ごめんなさい。俺はことはないのか。退院できて左目も良かったです。残ってて、した時使っていいですか。それより貴様、あのノーム、トップ2が駅前歩いてりゃ目立つし、ワンチャン狙ってた敵さんの目についたんでしょうかね。ノームの噂自体がヒーロー狩りの蒔絵って可能性ありますね。連合捜索チーム協力を仰いだ方がいい。エンデバーは。エンデバーさん、休まないんですか。そうだな。提案よ。表と裏から追い詰めることでヴィラン連合否定はしないわ。ホークス、神野であなたの都合がつかなかったのは幸いだ。この子供を探してちょうだい。すぐによ。この子には天部の才があります。ヴィラン連合の内定、俺が汚れてみんなが安心できるようになるのな。手余す社会、必ず手に入れてやる。お疲れ。遠慮するって。とりあえず大仕事お疲れ様でしたってことで、二人とも今日はねぎらおうって約束でしょ。せっかくお父さんが家族を顧みようとし。夏を言いたいことがあるなら言え。ショート見るな。あれらはお前とは違う世界の人間だ。全然変わってない。俺たちはほったらかし、ナンバーワンになって強敵倒したところで。どうってか気持ち悪いぜ。ナンバーワンヒーローに対する評価が揺れるレベルのヴィランに苦しめられても不安の声は変わらずですが、ケソケソ。そのいやかなくないっすか。僕も炎系なんで素直に喜ばしいですよ。やっぱみあの時の子か。エンデバーはもちろんですが、ホークスの献身も聞こえて。エンデバーってやつはすごかったよ。すごい。だから親父として望まぬ形で選ばれたナンバーワン、困惑と苛立ち。答えはきっととてもシンプルだ。あの時御殿の務めならば、ならば俺が積んだ。今まですまなかった夏男にかけること。そんな顔つきの女性がいて、その奥にも知らない人たちが。ワン・フォー・オールの面影。さを培い、その力を一人へ渡し、また培い、
次を含めて8人、歴代のワン・フォー・オール継承者、僕は抗うんだ。この声忘れるはずがない。兄さん、この人が初代。今世界が混乱の最中にある。異能は私利私欲に使うべきじゃない。彼は学部が変容した。気を受け、両親からも隔離されてしまった。彼は毛髪で体の自由を奪われた。ダメだ、戻れなくなるぞ。父さん、母さん。俺もだ。この運は一生は奇弁だ。あんたは今駒遣いを二人増やしただけだろう。この世界、僕の力なら秩序をもたらせる。いないだろう、うん、彼を侮辱することは許さない。おければ通せる道理もない。それでも僕はお前を愛してよ。僕に協力してくれるなら、力なき者にせ。かわいそうに痩せ細ってしまって。僕はあんたのだから殺された。僕思うだけで皆が動いてくれる。夢の子。魔王に支配された世界を正義のヒーローがもがき苦しみ、現実になった。現実は定石通りにいかない。お前が僕を扱いやすい異能を見つけたんだ。共に行こう。だけどまだなんとか 20% なんだね。気をつけて。馬がいるとは聞いてねえ。殺したそうだな。すな、誰だっけ。雑魚バネしかありませんけど、時間稼ぎくらいは。どこだったのに、氏子さん。死ぬんじゃねえぞ、トドロキエンジ。今話してけ。着っぽいですね。いや、これは。え、もっと仲良くできないかな、ダービー。雑魚バネしか残って。それが街中。しかもあのノーム、これまでのとは明らかに次元。か、しかし違うというならそっちもだぜ。適当なつけどな。約束は破ってない。保護にしたのはそっちだ。粋な行動とは思えねえや。こっちもヒーローとしての信用を失うわけにはいかない。思うからこそだよ、ダービー。まあ、とりあえずボスにはまだ合わせらんねえな。は？ちょっと待ってください、意味がわからない。そっちで捜索チーム組む。神野の戦いは拉致被害者の安否もあり、ことをせた。結果情報が足りず、だけであれが作れるのか。連合に関する全てを丸裸にしなければ。飛んでの頼みだ。名誉名声に頓着がなく、ただただエンデバーさん、ごめんなさい。俺は断ないのか。退院できて左目も良かったです。残ってて来た時使っていいですか。それより貴様、あのノームトップ2が駅前歩いてりゃ目立つし、ワンチャン狙ってた敵さんの目についたんでしょうかね。ノームの噂自体がヒーロー狩りの巻絵って可能性ありますね。連合捜索チーム協力を仰いだ方がいい。エンデバーは。エンデバーさん、休まないんですか。そうだな。提案よ。表と裏から追い詰めることでヴィラン連合否定はしないわ、ホークス。神野であなたの都合がつかなかったのは幸いだ。この子供を探してちょうだい、すぐによ。この子には天部の才があります。ヴィラン連合の内定、俺が汚れてみんなが安心できるようになるのな。手山す社会、
必ず手に入れてやる。お疲れ。遠慮するって。とりあえず大仕事お疲れ様でしたってことで、二人とも今日はねぎらおうって約束でしょ。せっかくお父さんが家族を顧みようとし。夏を言いたいことがあるなら言え。ショウと見るな。あれらはお前とは違う世界の人間だ。全然変わってない。俺たちはほったらかし、ナンバーワンになって強敵倒したところで。どうってか気持ち悪いぜ。もうやっぱりダメかな。うちだって家族になれるんだって嬉しかった。あの戦いから2日、ナンバーワンヒーローに対する評価が揺れるレベルのヴィランに苦しめられても不安の声は変わらずですが、ケソケソ。その一方でかなくないですか。僕も炎系なんで素直に喜ばしいですよ。やっぱみあの時の子か。エンデバーはもちろんですが、ホークスの献身も聞こえて。エンデバーってやつはすごかったよ。すごい。だから親父として、望まぬ形で選ばれたナンバーワン、困惑と苛立ち。答えはきっととてもシンプルだ。あの時御殿の務めならば、ならば俺が積んだ。今まですまなかった夏男にかけること。悲惨な顔つきの女性がいて、その奥にも知らない人たちが。ワン・フォー・オールの面影。さを培い、その力を一人へ渡し、また培い、次へ。僕を含めて8人、歴代のワン・フォー・オール継承者。僕は抗うんだ。この声、忘れるはずがない。兄さん、この人が初代。今世界が混乱の最中にある。異能は私利私欲に使うべきじゃない。彼は学部が変容した。気を受け、両親からも隔離されてしまった。彼は毛髪で体の自由を奪われた。ダメだ、戻れなくなるぞ。俺もだ。この運は一生は奇弁だ。あんたは今駒使いを2人増やしただけだろう。この世界、僕の力なら秩序をもたらせる。いないだろう、うん、彼を侮辱することは許さない。おければ通せる道理もない。それでも僕はお前を愛して。僕に協力してくれるなら、力なき者にせ。かわいそうに痩せ細ってしまって。僕はあんたのだから殺された。僕思うだけで皆が動いてくれる。夢の子。魔王に支配された世界を正義のヒーローがもがき苦しみ現実になった。現実は定石通りにいかない。お前が部にも扱いやすい異能を見つけたんだ。共に行こう。だけどまだなんとか 20% なんだね。気をつけて。馬がいるとは聞いてねえ。殺したそうだな。砂、誰だっけ。雑魚バネしかありませんけど、時間稼ぎくらいは。どこだったのに。氏子さん。
死ぬんじゃねえぞ、トドロキエンジ。今話してけ。着っぽいですね。いや、これは。え、もっと仲良くできないかな、ダービー。雑魚バネしか残っ、それが街中。しかもあのノーム、これまでのとは明らかに次元けか。しかし違うというならそっちもだぜ。適当なだけどな。約束は破ってない。保護にしたのはそっちだ。粋な行動とは思えねえや。こっちもヒーローとしての信用を失うわけにはいかない。思うからこそだよ、ダービー。まあ、とりあえずボスにはまだ合わせらんねえな。は？ちょっと待ってください。意味がわからない。そっちで捜索チーム組む。神野の戦いは拉致被害者の安否もあり、ことをせた。結果情報が足りず、だけであれが作れるのか。連合に関する全てを丸裸にしなければ、飛んでの頼みだ。名誉名声に頓着がなく、ただただエンデバーさん、ごめんなさい。俺はことはないのか。退院できて左目も良かったです。残ってて、した時使っていいですか。それより貴様、あのノーム、トップ2が駅前歩いてりゃ目立つし、ワンチャン狙ってた敵さんの目についたんでしょうかね。ノームの噂自体がヒーロー狩りの蒔絵って可能性ありますね。連合捜索チーム協力を仰いだ方がいい。エンデバーは。エンデバーさん、休まないんですか。そうだな。提案よ。表と裏から追い詰めることでヴィラン連合。否定はしないわ、ホークス。神野であなたの都合がつかなかったのは幸いだ。この子供を探してちょうだい。すぐによ。この子には天部の才があります。ヴィラン連合の内定、俺が汚れてみんなが安心できるようになるのな。手余す社会、必ず手に入れてやる。お疲れ。遠慮するって。とりあえず大仕事お疲れ様でしたってことで、二人とも今日はねぎらおうって約束でしょ。せっかくお父さんが家族を顧みようとし。夏を言いたいことがあるなら言え。ショート見るな。あれらはお前とは違う世界の人間だ。全然変わってない。俺たちはほったらかし、ナンバーワンになって強敵倒したところで。どうってか気持ち悪いぜ。もうやっぱりダメかな。うちだって家族になれるんだって。嬉しかった。あの戦いから2日、ナンバーワンヒーローに対する評価が揺れ、レベルのヴィランに苦しめられても不安の声は変わらずですが、ケソケソ。そのいやかなくないっすか。僕も炎系なんで素直に喜ばしいですよ。やっぱみ、あの時の子か。聞こえた。エンデバーってやつはすごかったよ。すごい。だから親父として、こ、望まぬ形で選ばれたナンバーワン。困惑と苛立ち。答えはきっと、とてもシンプルだ。あの時御殿の務めならば、ならば俺が積んだ。今まですまなかった。夏男にかけること。そんな顔つきの女性がいて、その奥にも知らない人たちが。ワン・フォー・オールの面影。さを培い、その力を一人へ渡し、また培い、次へ。僕を含めて8人、歴代のワン・フォー・オール継承者。僕は抗うんだ。この声、忘れるはずがない。兄さん、この人が初代。今世界が混乱の最中にある。異能は私利私欲に使うべきじゃない。彼は学部が変容した。気を受け、
両親からも隔離されてしまった。彼は毛髪で体の自由を奪われた。ダメだ、戻れなくなるぞ。父さん、母さん、俺もだ。この恩は一生は詭弁だ。あんたは今駒使いを二人増やしただけだろう。この世界、僕の力なら秩序をもたらせる。いないだろう、うん、彼を侮辱することは許さない。おければ通せる道理もない。それでも僕はお前を愛してよ。僕に協力してくれるなら、力なき者にせ。かわいそうに痩せ細ってしまって。僕はあんたのだから殺された。僕思うだけで皆が動いてくれる。夢の子。魔王に支配された世界を正義のヒーローがもがき苦しみ、現実になった。現実は定石通りにいかない。お前が僕にも扱いやすい異能を見つけたんだ。共に行こう。だけどまだなんとか 20% なんだね。気をつけて。